県内有数の桜の名所、富岡町夜の森の桜並木です。沿道に400本以上のソメイヨシノが植えられ、全長 2.2 キロにわたる花のトンネルは富岡町の人たちの誇りとなっています。今日からは震災後初めて元のメイン会場夜の森公園で桜祭りが始まりました。会場には富岡町ゆかりのグルメやたくさんの飲食ブースが並び、訪れた人たちが見ごろを迎えた桜とともにダンスやお笑いなどのステージショーを楽しんでいます。元やっていたことがまた行われるようになるということは本当に大事なことだと思うので嬉しい限りです。夜の森桜祭りは明日も午前9時から行われます。夜の森の桜は来週いっぱい楽しめそうだということです。